こっちが多分メタルクワッピーだ。メタルクワッピーでいってる。サンダーオリーブ。あれだもん、ね、今お、うまい。ストラクなんだよね。はい、50回か。おはよう。すごいな。オープン記念セールしてる。多分シャッドとか投げると多分ずっと釣れ続けると思う。こいつ攻略したいな。どうなんだろうな。準備終わるまでに。あ、この一本は今日はでかい気がするぞ。あ、そう。結構合わせ切れ多いからさ、やっぱ伸びてんだよね。ねえ、そう。ちょっと引っ張って伸びれば大丈夫だよね。うん。食え。食わない。そうね。ボトムにいるだろう。伊藤が見えないぐらいは深いかも。おお、やばい。お、いいね。ここにジャガーが決まりそう。あー、無理か。むずいな。
先に入れてるからじゃないネット。あ、そっかそっか、うわぁ、そうだね、これだね、見えてるから、そうそうそう、嘘だなマジか、食わんのかい。日本釣った？あー、よっしゃ、やっと取れた。チャッキーもね、メタルチャッキー、おお、メタルチャッキー、メタルチャッキーレアで、もはやなかなか市場に出回りません。こっちがクワッピーじゃない？で、これなん、あ、これがメタルクワッピー、メタルクワッピーか、これメタル、うん、あ、でもこんなに輝く、こっちクワッピーだな、こっちクワッピーだ、うん、こっちが多分メタルクワッピーだ、メタルクワッピー、目の色青、青、ちょっとも青、青か、今日はシンキングとかじゃなくて、当時、当時、あ、そういう違いなの、うん、65S と 65F があるから、そうそう、じゃあ俺は今風のミノーマンってことで、こういうサンダーオリーブ、こういうさ、なんかうまい今の気持ち、うわ、今の気持ちいい、でかいよ、そして、うん、ブチ切れくんか、おー、今の気持ちのまんあれだもんね、うん、気持ちいい、ボタニカルカラー使えるの、あ、そうね、ちょっとこう色合いにね、お気に入ったナチュラルだけど、そうそうそう、かかり悪いまずは食い直してくれたら、うん、うわー、いい食い方だったね、取れた、取れた、あ、取れた、メタルのトラグオンも気持ちいいわ、ラインボーナーのさ、チェイスはたまらんね、横からのひったくり、うん、最近の方々は息は吸わせる、いや、もうね、あんまりだよね、うん、ロッドがかなり強いから、もうそのままグッていっちゃう人が多い、ね、そうそうそう、早い、勝負早いよね、早い、大会になってることもあって、うん、まあ、大会は大会でゆっくり確実に取る人もいるけど、魚を疲れさせないですぐ逃がしたいっていう人が、あ、その辺でベイトは楽なんだよね、最後、わあ。
ちに行ったやつも反応する。そいつ。おお。こっちずっと日向だしね。あと魚の密度も向こうよりかは広いから。あ、やべ、アップね。もうやだよ、降りたくないよ。早い。よっしゃ、あーごめん。フックね。ラップ、いや、ダブクラの 60SS グリグロ。やっぱグローなんですかね。これレッドグローだね。とてもいいです。グリグロレッド、グリグリ、グリグロゴールド、グリグロブルー、いろいろあります、名前は。ああ、これ多分自然イワナでしょ。ワイルドイワナ。いや、違うと思うけど、めっちゃいいチーズだった。流行り言葉なんて分かんないじゃん。ねえ、もはやそういうのないのと思ってた。やだ、バモ。バモね、はい、バモ。まあ、一時期ブラボーは言ってたけど、バモバモスね。バモ、うん、ナチュラル。よっしゃ、かっちょいいやつだ。これは最高のやつだね。うわー、写真撮ろう。ね、いなかった最初。ねえ。いなかったんだけど途中で帰ってきて。なるほどね。で、あれ帰ってきたじゃんと思って通してたら結構いいコースを通せて。そういうことか。3回目ぐらいかな。50、51か。お、釣るしかねえ。優秀の美。優秀の美だ。お。
ったね。これいったべ。ありがとうさん。ふと。ね。よし。蹴ろう。Ha ha ha.